坂本の美は、明治時代の日本の実業家、政治家、土佐藩出身、貧困児童給育事業で、明治初頭に活躍し、高知県会議員を務めた。その後、琵琶湖疎水建設事業に携わり、さらに衆議院議員を務めた。さらにその後、実業界に転身し、総武鉄道社長、夕張炭鉱社長などを務めた。 1848年あるいは1850年頃、高知県と佐群一宮村に生まれる。高知藩士坂本覚次郎の三男。明治7、8年頃から貧児教育事業を始め、貧児教育事業団体の社の社長となり、高知事前協会の設立にも関わった。1879年に、高知県会議員に当選し、議会副議長などに選ばれ、 1882年まで議員を務めた。1885年に京都府知事北垣国道の招兵で京都疎水事務所理事となった。1889年に京都市参次会員。1892年に衆議院議員となり、2回、3回、当選した。外務大臣、大隈重信の条約改正に反対し、上京して直接面談して、 反対意見を述べて、世論喚起を図った。その後は、実業界で活躍した。総武鉄道の人員整理に活躍し、取締役社長に推挙された。八百九十八年、北海道鉄道株式会社専務取締役理事となった。さらに、夕張炭鉱社長、京都講師会社社長などを歴任した。九百十三年九月十五日。 肝臓炎により、東京小路町の自宅で死亡。20日に、青少寺で葬儀が行われ、遺骨は後に、京都の紫の徳大寺に葬られた。戒名は、生誕院不思議即尾小児。ありがとうございます。